狭間の世界。俺は昔から何回か見ていた夢の話。夢の中でハッと飛び起きるんだが、家中探索しても誰もいない実家暮らし。明晰夢みたいに自分の意識はあるのに何の音も聞こえなくて、すごく不安になっておろおろするっていう夢。大抵は親に揺さぶられて起きる。夢日記つけてるせいってのもあるんだろうけど、この夢は何回も見てるし、特にはっきり覚えてる。ちなみに起きるとめちゃくちゃ疲れてて、頭もガンガンしてだるい。でこれを友人に話してみたら、もしかしたらそれは平行世界か何かに迷い込んでるんじゃないかって言われて、もし次同じ夢見たら夢の中で何か連絡を取れるか試してくれって言われた。その話した2週間後くらいにまたこの夢を見たので、とりあえず枕元に置いてある iPhone のロックを解除しようと思ったんだが、どうにもパスコードが入力できなかった。指紋認証の設定はしてない。緊急連絡も使えない。なんていうか画面がぼやぼやして、水の中で目を開けたりメガネを外した時の景色みたいな。それにタッチしても何の反応もないの。リビングに向かうとテレビがついていて、でもそのテレビ iPhone の画面みたいにぼやぼやしていて、バラエティ番組か何かが流れていたんだが、音声もうまく聞き取れない。音声自体が何かの幕でくるまれてるみたいにぼやぼやしているし、何人かが同時に別のことを喋っているような感じだし、意味をなすことのない文脈のようにも感じられた。固定電話を使ってみようと受話器を上げるんだが、プーってなっていて使えない。番号を押しても電話がかからなかった。ガチが開かないので外に出てみることにした。この夢の中で家の外に出るのも初めてだった。1階に降り玄関に向かうとドアが少し開いていた。街中に引っ越してくる前は田舎に住んでいたので、扉もガラガラ開いていたが、引っ越してからはそんなことしなくなったので、まず現実ではありえない。ドアを開けて外に出ると真昼のように明るいのに人一人おらず、車もなく音も聞こえなかった。空は雪の日の雲が立ち込めているみたいに永遠と白やグレーが広がっているのに、暑いとか寒いとかもなくて、街並みは全体的に白いというかコントラストが弱くてぼやぼやしているみたい感じだった。とりあえず人が集まっていそうなところへ行こうと思い、近所の小学校へ向かった。この辺りから誰かに見られているような、誰かが追いかけてきているような謎の気配みたいなのを感じて焦り始めた。念のため後ろを振り返ったが誰もいなかった。小学校に着いたが本当に誰もおらず、子供たちの声も聞こえなかった。昇降口が開いていたのでそこから入って校内を一周してみたが、やはり誰もいなかった。ふと窓や鏡に映る自分を見て気づいたのだが、なんとなく自分がモヤモヤとしている感じだった。千と千尋の神隠しの冒頭の千尋みたいに消えてしまうのではないかと焦ったので自分の手や足を見たが、特に透けたりしているわけでもなく、映り込んだ像だけがモヤモヤしているのだと認識した。小走りで近くの中学校に向かった。とても人がいるようには思えなかったが、小学校と中学校の間には大きな道路があるのだが、そこにも人も車もなかった。信号は赤も青も黄色も灯っており、もやもやと強くなったり弱くなったりを繰り返していた。中学校の正面には先生方の駐車場があるのだが、そこにも車はなかった。昇降口から入ろうとしたのだが、中から鍵がかかっており、入ることはできなかった。窓から教室を覗いたが、やはり誰もいなかった。とりあえず近くのスーパーや駅に向かったのだが、誰もおらず、しかもドアも開かなかったので、高校と大学へ向かうことにした。家から高校と大学までは 4km ぐらいで、小走りで向かおうものなら運動不足&喘息によって
普段はこれでもヒーヒーしてしまうのだが、夢の中では息も上がらず汗もかかず疲れを感じることはなかった。高校に着いたのだが校門が閉まっていた。小中学校の時も校門が閉まっていたので乗り越えて敷地内に入ったのだが、高校の2メートル近い高さはさすがに乗り越えられず諦めた。大学も同じだったので省略する。近くに県の産業交流館があるのでそこへ向かうことにした。このくらいから誰かに捕まるって意識が強くなって、すごいパニックになって頭おかしくなってた。そしたら産業交流館に行って同人誌置いてあったら読み放題じゃん、ラッキーみたいな変な考えに至ったんだよ。ちょうど現実世界では翌日からイベントだったし、んで産業交流館に行ったんだけど、駐車場には車は1台も止まってなかったんだが、入り口の近くの屋根付きのバス停の中にバイクが1台あったの。人いるかもって中入って探したら、ちっちゃい会議室みたいなとこに清掃のおじさんがいた。おじさんは俺に気づくと、おめえ何してんだみたいなこと言いながら近づいてきた。おじさんはほうきとちりとり持ってて、軍手をしてて、青みがかったグレーのキャップをかぶってて、キャップと同じ色の作業着みたいなのを着ていた。俺より少し高いくらいの津田寛治みたいな感じの顔で、ちょっと神経質そうだった。おめえなしてここさいんだって聞かれたので、自分でもわかんないです、なんとなく人いるかなとか探しながらここさ来ましたって言った。そしたらおじさんは呆れたようにため息ついて、こっちさ来いってさっきのバイクのとこに連れてきて、そのままバイクに乗せて俺の家の方へ向かった。結構なスピードで進むバイクから吹き飛ばされないよう前に座るおじさんに捕まりながら、もしやこの人は噂の時空のおっさんなのではないかと思い、おじさんに声をかけた。しかし、おめえはしゃべんな、やつに気づかれっちまうって怒られてしまった。まあそう言ってもおめえもこの先困ることがいろいろあっかもしんねえし、かいつまんで説明すっぞ。今オラとおめえがいるこの世界はな、普段生きている世界と寝れる時に見る夢の世界の狭間の世界なんだ。普通の人らはこんなとこさは来ねえんだ。顕著生きてる中で意味とかを見出せねえでフラフラ死んだり、夢の世界さうまくいかんにかったり、そういうやつがたまーに来ちまうんだとおじさんが説明してくれた。夢についておじさんは、生きてる中で人間はいろんな選択を無意識にしているんだ。夢っていうのはな、そのしなかった選択の先にあるもしもの世界で、寝ている時に意識の奥深くにあるしなかった選択をしている世界の自分に一時的にすり替わることなんだ。だけんじおめえみてえにここに迷い込んじまうやつらは、あまりにもしなかった選択の先にあるもしもの世界があんまりにも少なかったりすんだ。そんでこの世界に子でうろうろしてる間に現実世界を生きる自分を乗っ取られちまったりすんだというようなことを言った。俺がじゃあ俺が今誰かに監視されてたり追いかけられているような気がするのは、乗っ取ろうと企む他の俺の仕業ってことですかと聞くと、おじさんはうなずいた。おじさんがバイクを止めて俺を降ろしたのは、俺の家の目の前にある森林公園みたいなとこだった。俺の家の方に向かってるわけじゃなくて、ここに向かっていたわけだ。公園の中を進むと、山頂の広場みたいなところに大きな黒い穴のようなものがあった。この穴は現実世界にはない。ずっと深くまで掘られているのか、そこは見えなかった。この穴さ飛び込めば現実世界さ戻れるはずだ。そう言いながらおじさんはしゃがんで穴を覗き込んでいた俺の背中を蹴り飛ばし穴へ突き落とした。ギャーと叫びながら落ちる俺におじさんは、もう来んなよ
と声をかけていた。落ちる感覚にはっと目を覚まして起きると自分の部屋だった。枕元に置いてある iPhone をいじるとパスコードでロックが解除でき、画面もはっきりと見えた。リビングに向かうと母親が納豆をかき混ぜていた。ここで俺があの世界から帰ってきたのだと確信した。長文になって申し訳ない。ここからは完全に俺の考えなのだが、これも聞いてくれ。俺はこの変な世界に行く夢以外にも、同じ世界だとか同じシチュエーションの夢を見ることが多いんだが、それはおじさんが言っていたように、もしもの世界が少ないからなのではないからかなと思った。あと昔の記憶を寝る前に思い浮かべて、似たような夢を見てその中に入り込むみたいなタイムリープ方法があったと思うんだが、あれは寝る前に鮮明に過去を思い浮かべることによってその世界の自分と入れ替わってタイムリープをしているってことなんじゃないかな。うまく説明できんが。それと公園だか森の中のある地点を通過すると時間感覚がおかしくなってるみたいなやつも、俺があの世界から帰ってくる時に利用した穴が現実世界に現れていて、それを飛び越えることによって何らかの作用が現れているのかなとか。あと俺普段生活して手鏡に映ってたり、水面やガラスなんかに映り込んだ自分が自分じゃないみたいな感じがして怖いなって思うことがよくあるんだけど、もしかしたらその映ってる自分にもそれぞれ意識があって、そいつらも現実世界の俺を乗っ取ろうとしてるのかもなとか思った。その変な夢の中の自分がモヤモヤしてたし、その前に見ていた夢の中でこの変な世界に来た時は家から出なかったし、映り込んだ自分が怖いので家の中になるべく鏡とか置かないようにしてもらってるので気がつかなかったけど、ちなみに実はこの夢を見たのは去年の夏くらいで、なんで今さら書き込んだのかっていうと、この変な世界の夢を定期的に見てるんだけど、それが1年に1回くらいなんで、もしかしたらもうそろそろまたこの世界の夢を見るかなって思ったので。夢日記つけてるせいってのもあるんだろうけど、この夢は何回も見てるし、特にはっきり覚えてる。ちなみに起きるとめちゃくちゃ疲れてて頭もガンガンしてだるいって言われた。その話した2週間後くらいにまたこの夢を見たので、とりあえず枕元に置いてある iPhone のロックを解除しようと思ったんだが、どうにもパスコードが入力できなかった指紋で、これを友人に話してみたら、もしかしたらそれは平行世界か何かに迷い込んでるんじゃないかって言われて、もし次同じ夢見たら夢の中で何か連絡を取れるか試してくの誰もいない実家暮らし、明晰夢みたいに自分の意識はあるのに何の音も聞こえなくてすごく不安になっておろおろするっていう夢、大抵は親に揺さぶられておき、狭間の世界。俺は昔から何回か見ていた夢の話。夢の中ではっと飛び起きるんだが、家中探索した